さあ、今度はですね、オーディオの機能、ちょっと増えました。ですね、これを上げちゃいけない、こっちですね、オーディオの機能がちょっと増えたんですけど、オーディオ、今までオーディオ波形を出しましょうっていうとき、ちょっと覚悟がいる世界で、はい、というのは、今までのメディアコンポーザー、これはプログラム上の問題なんですけど、オーディオ波形を書くっていうプロセスと、インターフェースを書くっていうプロセスが一緒だったんですよ、うん。オーディオ波形を書くっていうプロセスは、インターフェースを書くっていうプロセスの一部だったので、オーディオ波形が書き終わるまではタイムライン上一切触れないっていうのが、はい、なので1時間番組とかになっちゃうとオーディオ波形を出すっていうのすごく覚悟がいるんですけど、ブーブー言われてましたね。そう言われてたんですけど、今回からはオーディオ波形を書くっていうプロセスを独立させたので、オーディオ波形を書く、一番最初に書くときにはもちろんドローするっていうプロセスが入るんですけど、それをやってる間中タイムラインをズームインしたりズームアウトしたり自由にできます、うん。なのでもう一回出していただければ、はい、覚悟しないで、うん、で1回波形を書いちゃえば、これは今度はウェーブフォームキャッシュっていう形でハードディスクに保存することにしたので、1回書いてしまえばあと2回目以降はいちいちリドローしないというのも、機能になりましたね。なので、もう覚悟しないで気軽に波形を出しておいていただければ、はい、よくなりました。これは、はい、よくなったかなと思いますね。はい、であとはですね、これはもともとプロツールズが持っていた機能なんですけど、クリップゲインというのをズームにしましょうか。ここクリップゲイン、あれ、これよいしょ、クリップゲイン、これですね、クリップゲインを表示するという、状態にしておいていただけると、まあ、クリップゲイン、なんですけど、このクリップの下側ですね、ここに、ちっちゃいフェーダーアイコンが、くっつくんですけど、もしプロツールズ10を触ったことがある人だったらこれも見たことがある、インターフェースなんですけどこのちっちゃいアイコンをポツンとクリックしてもらうと、ポップアップフェーダーが立ち上がってくるので、ここでクリップゲインをダイレクトに下げるとか上げるとか、まあ、クリップ全体のボリュームを、コントロールすることができるようになりましたということですね。で、最後、これが最後の機能ですが、これ割と大きな機能だと思うんですけど、オーディオミキサーの中にですね、どうしよう、お待たせしました、マスターフェーダーが、はい、まあ、やっと、マスターフェーダーがつきましたね。よかった。よかったよかった。これでもう全体のボリュームを、コントロールできる、当たり前なんですけど、このマスターフェーダーの意味するところは、そうそう、これももう一個大きな機能が、ここからアルタスをエフェクトを呼び出せるようになっているので、うん、そうするとこれの意味するところというのはラウドネス、はい、うん、今までラウドネスを計測するときは全部オーディオを1回3つダウンして新しいトラックを作り、そこで計測するというのが当たり前だったんですが、今回からは何も、まあ、3つダウンしないでマスターフェーダーのここ1回ポンとクリックしてもらって、ここから、ラウドネス用のツールを選んであげると。で、今回ですね、メディアコンポーザー7をダウンロードしていただくとですね、ここに、アルタスのサウンドフィールドというところの下にですね、アイソトープインサイトってやつが、アイソトープインサイトも一緒にくっついてきて、はいはい、メディアコンポーザーインストールすると一緒に入ってくるんですけど、これ使っていただくと、サウンドフィールド、アイソトープ、トトトトト、インサイトでやると、これがフリーじゃないのでね、30日インストールしてから30日間はお試しで使っていただけて、はい、まあ、その後よかったら買ってくださいというやつですけども、これを使っていただくと、ここでラウドネスが測れると、こんな、ウィンドウが出てきますね。で、再生すると、まあ、ミックスされた音に対してのラウドネスをここで計測するという形になりますかね、はい。で、これ使うときちょっと注意していただきたいのは、規格がラウドネスにもいろいろ規格があるんで、うん、プリセットってとこ選んでもらうと、ここにですね、ラウドネスジャパンっていう規格が、はい、日本用の、日本用の規格がありますので、はい、これちゃんと選んでくださいね。そうしないと規格と違うものになっちゃいますんでね。なのでプリセット、あ、ここここ、今の出すのはここね、下にプリセットってやつがいるので、これをピッと触ってもらって、ジャパンって選んでもらうとジャパンのやつですね。規格でいうと A リブ、これ A リブ TRB32 っていうのは、これが日本の規格なので、これを、使ってもらうと、ちゃんと日本用の計測ができますよというお話でございます。ぜひこれでラウドネスなんかも、きちんと測っていただければなというふうに思います、はい、うん。さあ、という感じなんでございます。まあ、駆け足だって40分使いましたけど、いっぱい聞きましたよ、今。どうでしょうか。いや、やっぱりバックグラウンドを待ってましたという方多いんじゃないでしょうかね。DNxHD に変換したいっていう方は本当に多いので、うん、すごく手間が省けるっていう意味では、はい、いいと思います。あと AMA のアルファチャンネル、アルファチャンネル、はい、いいと思います。
ぜひ使ってみてください。うん。